1枚の折り紙から長方形の箱を折ります。今回は蓋の部分です。色のついた方を上にして三角に折ります。一度広げ、向きを変え、もう一度三角に折ります。こちらの向きに、この形に置き、上の一枚を半分に折り、少しだけ折り筋をつけます。そして、つけた折り筋に向かって、このように折ります。反対側を向けて、先ほど折った場所まで合わせて同じように折ります。そして、広げます。この形に広げ、この辺を真ん中の辺に合わせて折ります。この時に縦の線、横の線が合うように折ってください。反対側も折ります。そして、この向きに置き、下の白い部分をこのように合わせて折ります。反対側も同じように折ります。ここまでは底と同じです。この向きに置き、この辺を真ん中より少し下に折ります。真ん中まで折ると、底と同じ大きさになってしまいます。真ん中より少し下に折ります。そして、下の2枚と一緒にこのように広げます。そして向き変えます。ここの三角を半分に折るイメージで、このように折ります。ここの端を合わせ、ずれないようにすべて折ってください。反対側も同じようにします。向きを変え、この三角を半分に折るイメージで折ります。まっすぐ折ります。そして、今度は今折った上と下のを広げます。下のこの紙と一緒に広げ、この形にしてください。そして、向きを手前にし変えます。次は、ここの三角を半分に折るイメージで折ります。左右とも、このように少し折り筋をつけて、ここの紙がずれないように注意しながらしっかりと折ってください。広げます。この形に戻してください。そして、ここを折り、上の方も折り、この形にします。そして、ここを一度手前に倒して折り筋をつけ、組み立てていきます。この斜めの筋を目安に立てていきます。ここの筋とここの筋が合うように、こう立ててください。そして、こちら側をギュッギュッと。こっちも、ここの筋と、この筋が合うように、こう折ってください。そして、中へ入れ込んでいきます。反対側も、
度ここ上筋をギュッギュッとつけて広げて、この筋とこの筋が合うように、ここは斜めは中へ入るように折っていきます。こちらもこの筋とこの筋が合うように、このように折ります。中側をギュッギュッと折ります。そしてこれを中へ入れていきます。もう一度します。立てて、このように入れていきます。そして形を整えます。これで蓋の完成です。底の部分と合わせて蓋になります。長方形の箱の蓋の折り方の説明を加えます。最後まで見ていただいてありがとうございました。